おおはよようございいまます遠藤ですすで8月26日朝会よろしくお願いしく願金曜日はパウエル議長発言でマーケット大きく動きました。あまあ結果として9月の利下げがまあ、決定、ほぼ決定でしょうということになったわけですよね。えっ、ー、と、ライブ放送をやらさせていただいて、多くの方ご覧になっていただいてありがとうございました。えー、いろいろ、あのー、情報が早く取れて、 えー、助けになってるとかいうあのいろいろコメントもいただき、えー、励みになりますありがとうございます。まあ、それではえっ、ー、と昨日の金曜日の動きちょっとお,おさらいしていきたいと思います。まずここにまあ、書いてないんですが、えー、上田総裁がねえっ、ー、と衆議院と参議院に呼ばれて、えー、まあ最近の利上げ利上げによって変動したことにもちょっと詰められたのかなということで、えー、せっかくのえっ、ー、とー ジャクソン・ホールのね世界中の中央銀行総裁たちととか、えーえー、首脳たちとこう交流する機会をまあ奪われちゃったかなっていう気はしないでもないんでまあそういうなんか危機が起こった時首脳同士が、まあ、財務大臣も鈴木さんもそうですけどこう。 直に話せる、まあ、仮にあの通訳が入ったとしてもあのお互いファーストネームで呼び合える仲になってるっていうことは決して悪いことではないんでそういうもちろん国会っていうのは重要なんですけどそういう機会を奪ってしまうのはどうなのかなっていうのはちょっとねあの国会議員の先生方には申し上げておきたいかなみたいな偉そう僕演奏が偉そうですが思いました。<laughs> でまあ 内田総裁が火消しに回ったことに対して、内田さんと上田さんは、えーえー、考え方、違いがないんだよということで、えー、7月会合,で発,月会合後で発表された4、6月期の GDP や毎月勤労統計を挙げて、えー、経済は日銀が想定したとおりに。 推理しており、7月の追加利上げは適切だったという発言をしましたね。で、まあ、今後ともあの中止していくというような、そんな状況でございました。まあ、えー、と発言中というか、そこも含めて、東京時間少し動いてましたがあまりその影響を受けての発言、えー、と発言の影響を受けてという。 感じでもないなとまあ一円ぐらい動きましたけどね東京時間でね一円ぐらい円高になりましたがあまりそのせいではないかなという気はしますで次ですえっ、ー、とパウル議長の発言まあこれがすごく注目されたわけで結果としては九月のこれで、えー、利下げが決定したなとマーケットはあの解釈して、えー、長期金利が低下してえっ、ー、とドルが下落しましたという流れになりましたね、えー、まあ うまくこう情報を流してるのかなというところです。まあ、一番、えー、と初っ端なから、えー、政策調整の時期が来た、まあ、利下げの時期が来たということですね、えー。物価安定に向けてさらなる前進する中、堅調な労働市場を支えるためにできることは全て行う。あとは労働市場のさらなる冷え込みを求めることも歓迎することもないということで、えーまあ、これ以上、 景気を悪くすすするるリスクは排除とというところですよね、うんえー、っとただ、利下げのタイミングとペースはデータや今後の見通し、リスクのバランス次第ということで、えー、会合ごとということを言っています。で、インフレ率が2%に回帰する持続可能な道筋を歩んでいるという確信が深まった、インフレ上振れリスクは後退して雇用の下振れリスクが高まった、まあ、ここですよね。 で、えー、これ言ってることは、えー、7月31日の FMC のあとの声明そ、その後発表された声明文であるとか、えー、その時のパウエル議長の記者会見のときと、ほぼほぼ方向性としては沿ったものだったんですが、それをさらにえっ、ー、と口調を断定的というか、政策時調整の時期が来たとかっていう。 強い発言になったため、やっぱりマーケットはこれで確信を得たんだなというところでしたよね。まあ、これで長期金利が下がって、えー、ドルが売られるという展開になりました。まあ、うまくその政策をの意図をこうマーケットに知らしめたと今のところそのようになっているかなというところですよね。あとあのー。 ベイリー中銀総裁もジャクソン・ホール行ってたわけなんですが、えー、追加利下げは急がないと。前回会合で BOE 利下げをしたわけなんですが、まあ、それで追加利下げの憶測っていうのはマーケットで、えー、少し出てきているんですが、まあ、それに対して、えーっと 長期的な物価圧力は緩和しつつとあるとしながらも、インフレが抑制されたと確信するにはまだ早いため、追加利作業を急ぐつもりはないというふうに発言していますね。まあ、ここら辺でちょっと、えー、牽制を入れてるところかなというところです。で、あとは、レーン ECB 専務理事、目標回帰はまだ確実ではない、景気抑制的な領域にとどまる必要があるう、あの、金利水準ですね。 ただ過度に引き締まった政策は危険を伴うということでこちらも、えー、追加利下げを示唆するようなこれ発言なのかなというふうにマーケットは、えー、若干あの評価しているようです。これ、えー、ブルームバーグの記事なんですがこんなような感じですよね。えー、っとまあそれでマーケットとしては、えー、2回目の利下げがあるとの市場予想を指示する 当局者が増えているそれに加えて年内にももう12回、えー、金利を引き下げ得ると示唆する当局者もいるということでうん、まあ、どちらかというと9月あるんじゃないかな的な発言じゃないかとマーケットは見てるようですよね、まあ。まだこれからということなんで、えー、こちらは、えー、パイエルさんの発言ほど決定だっていうわけでもないかなというふうに思います。 でえー、あとは、えー、新築住宅販売が発,行発表されました、66万8千、えー、件から73万9千件ということで、えー、これ予想は62.4万件だったんで、えー、かなりあの数字としては伸びてる、えー、前月比10.6%ぐらいということで、悪くないですよね、これ、あの住宅、ここのところずっとダメダメが続いてたんで。 えとそういう意味ではこの数字はちょっとーマーケットの期待をこう回復する数字でしたねということで見ていただいてお分かりいただけるように、まあ、ずっと60万台だったのが、まあ、一度4月に73万6,000というのがあったんですが再び73万9,000ということで70万件台に回復しているということはあの、まあ、少し明るいかなと。 まあ、ローン金利があの長期金利あの、一時30年もの,ローンあの住宅ローンの金利が、まあ、8%近くまでなっているのが、今は7%弱、6.5ぐらいまで低下してきていますので、これは30年債利回りが低下した影響なんですが、まあ、そこら辺が寄与しているのかなというところですね。で、2年債利回り4.01から3.9。 10年生が3.862から3.79530年生が4.135から4.08ということでそれぞれ、えー、長期金利が低下しましたでそれを受けてダウは1.14%ナスは1.15% えー、SP500 ですね、ナスは1.47%ですね、ダウ1.14、SP1.15、ナス1.47%の上昇ということで、即指数は2.79%上昇、まあ、そこら辺が牽引しましたね、ビックス指数も17%台から15.86%に低下ということで、えー、パウエルさんの発言を受けて、えー、株式市場も株価上昇という形になりました。 はい、えー、それぞれやっていこうと思うんですが、まあ、日経新聞、えー、米利下げトレード活発ということでリート金新興国へ日本株に試練というところなんですが、まあ、こんな感じでしたねジャクソンホール、なんかやっぱり酸素,酸素っぽいま避、あ、暑地なんでねなんですよねでやっぱりリスクオンの動きになりましたというところですよねで先ほど申し上げたレーン 3、えー、の発言もあったんですが、えー、ブルームバーグ見ると、まあ、ちょっと経済のことというより中東情勢を危惧するイスラエル48時間の非常事態宣言ということでレバネンの新イラン民兵組織ヒズボラは司令官が先月殺害された報復としてイスラエルに第1段階の攻撃を実施ということでちょっと中東問題が相変わらずきな臭い。 あと、通信アプリのテレグラムの CEO がフランス当局に身柄を拘束されたということですよね。で、ウクライナ東部、結構ここら辺も戦闘が激化しているというところです。<laughs> えー、スタイライナー6月に国際宇宙ステーションに到着したもののそのまま足止めになっている飛行士2人を宇宙開発企業スペークス X が来年同社のカプセルを用いて帰還させることになったという飛行士救出ですねあと中国海警局とフィリピンの船が25オンまた激突したとあんまりちょっと、えー、週末、あのー、経済系のニュースはなかったのかなというところでした はいえー、じゃあそれぞれ見ていきましょうか、えー、と2年祭の利回りからですよね週末2年祭の利回りの方がこういうふうに金融政策を変更する、えー、とき先行して10年よりは大きく動くよっていうお話をさせていただいたんですがこのようにやっぱり2年祭4%付近から3.9%にパヨルさんの発言を受けて低下しました。まあ、あの週でで、まあ、最近では一番こう 8月5日の時の急落は別として最、最近では一番また低いレベルに達したということで、これがドル安を促したということになりました。まあ、ドルインデックスも100.60ということで、えっと、前回の安値付近までまた下落したんですね。ここ昨年の12月のの月ドルル安のレベルまで、えーまあ、若干 下回ったんですすがそのレベルに今来ていますここを抜けるかどうか、ここを抜ける場合、100割までいくんで、今ちょっとやっぱりドル、ドル的には非常に重要なレベルに達してきてるかなというところです。ドルの方向性という意味では。で、ドル円も結果として下落したわけなんですが、えっ、ー、と、安値を更新しました。えっ、ー、と、144円の4550あたりが下抜けして、えー、一時144円。 えー、あ今ちょっとまた割れてきましたね、ちょっと割れてきましたね。えっと、金曜,金曜日は144円を維持してたんですが、ちょっとギャップを開けて、えっと、少し落ちてきてるということで、一時143円85ぐらいまで下落しましたかね。まあ、サポートしてたここの145円の2530たりが抜けて、えー、下落というところで、 えっと今週の週間ピポットが145円の4550付近なんで、ちょっとここはもう遠くなっちゃってる。まあ、下が142円の90ということで、ちょっとまずはそのレンジ14、143、145円の50ぐらいのレンジで推移する可能性はあります。で、今日のデイリーピポットを見ると、こちらも144円の95ということなんで、ちょっと戻りの145円付近が重たくなるのかなと。 で下は143円の40ということでちょっと下上ね戻ったとかは売りたいなただちょっとあのー、あるあのれさえのオシレーターなんかは少し売られすぎを示唆しているんでまあここどうかな1時間足を見るとどうですかね1時間足はまだそうでもないんですけど15分足で見るとちょっと売られすぎ感があるかなというところでそうですねここ 日足を見ると、まだあの8月5日に141円やってますんで、そういう意味ではその後、上昇した後のおしめって143円の60なんで、ここですよね、143円の60ということは、やはり、ここのデイリーピポットの143円のこちらは40なんですが、143円の中盤あたりが、 結構重要かなと、まずはいえっ、ー、とあとは株価がちょっと円高になる場合心配なんですが最近ちょっと円高でもね株価がそれほど日本株堅調なんで、えー、円高と株価の関係少し薄れてるかなというところなんですがまずはヒートマップえっ、ー、とこちらはえっ、ー、と 金曜日の米国株なんですが、まあ、総じて強かったなということで、即数上昇したんでね、えー、テック系強かったですよね、大きく上昇、まあ、どれもこれも上昇したということで、やっぱり利下げがあるぞということなんで、えー、金利が下がると、 お全部買え相場になりますよね。ですから、あのー、三指数揃って上昇したということで、あと、ビットコインもお上昇。まあ、土曜日になってからですけど、あとは、あそうですね、えー、とお、ごめんなさい、えー、と、商品なんかを見ましても、 原油価格ちょっと上昇していますよね、まあ、これ、中東情勢のせいですかね、あとはえ金価格も、金も上昇していったということで、再び2550ドル付近まで上昇してきたということで、まあ、ちょっと何でもかんでも買え相場になってきてますね。 はいということで、今週はこの,あのドル売りの流れを受けて、どこまであのドルが下押しするかというところを見極めたい。ドルインデックス、ちょっと際どいところまで来てますので、えー、そこを見極めたい相場になるかなというところですね。ユーロもちょっと上昇してますよね。高値1.12付近抜けられるかどうか、ポンドも強いという流れになっています。はい、えー、ということで、あとはこの,あのマルチタイムのこれ、 インジケーター、あのー、ピポットなんですが、まあ、こちらあのー、円像オリジナルということであと RSI と移動平均の組み合わせこれ一応ちょっと買いサインっぽいのが15分足は出てるんですが1時間足とか出てないんで、まあ、ちょっとここ買いっていうのはどうかなっていうところもあるんですがまあこれそれぞれのオリジナルインジケーター JFX さんの 講座解説していただけると無料でプレゼントをさせていただけますのでもし使ってみたいなという方がいらっしゃれば概要欄から JFX さんの講座解説をよろしくお願いします。あとより深掘りした相場解説等はあるいは手法の研究なんかは動画を使ったりレポートを使ったりしてサロンで配信してますのでもしご興味あればこちらも概要欄からお願いします。 あとすいません、とセミナーのご案内なんですが、8月28日水曜日の19時半から、北新物産さんのスポンサーで、大橋ひろ子さんと一緒に、今後の大統領選とか金融政策を占いつつ、金、ドル、株、為替の動向をお話ししたいと思います。オンンラインです。 ですので、えー、どなたでもご覧になっていただけますので、えー、もしお時間あればあよろしくお願いいたしますということで、えー、そうですねえー、っとこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします今週も、えー、夜、えー、ライブやり、えー、何回かやりたいと思いますそう今日はまだ天気いいですね今週ちょっと台風が来るみたいなんで、えー、ちょっとそれも心配なんですがそれでは皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい